つの大きな亀。あ、なんか大きいですね、なんか。はい。ちょっと表情がとても豊かで。にっこり笑っていて、はい、ちょっとユーモラスな顔をしていますよね。はい、すごいいい笑顔ですね。これは2つで1セット、ミノマインという曲を演じるときに使うものです。実は老夫婦。老夫婦なんですね。はい。向かって右側がおじいさん。はい、おじいさん。はい、こちらですね。そして左側がおばあさん。男女の面なんですね。おじいさんとおばあさん。この二の舞の前には、はい、甘面という面をつけた舞が行われるんです。甘面ですか。それを真似してこの老夫婦が踊ってみるんですが、上手に踊れない、ちょっと滑稽な動きをする。そうやって笑いを取るようなそんな曲なんです。ちなみに、この二の舞が語源になっている言葉があります。二の舞を踏むという言葉。はい、これは、こちらの舞楽、二の舞が語源になっているというふうに言われているんです。こちらの面とそういう関係があるんですね。真似てやってみたけど、失敗してしまうっていうところが。はあ、なるほど。すごくわかりやすいです。先ほど大きいと言いましたが、こちらも測ってみると約1キロ。重たいですね。それを顔につけてるってなると結構踊るとき大変そうですね。そうですね。法隆寺宝物館にある儀楽面は頭の後ろまですっぽりとかぶるような形で、やはり大きく重たいんですが、儀楽面になってくると少しずつ小さく現実的な大きさになっていきます。その割に二の舞の面は大きいものが多い